どうもこんにちは、俊二です。今日はゾイドワイルド ZW39 番のソニックバードアーケオプテリクス種を組み立てていきたいと思います。はい、箱の方ね、こんな感じになってて、こちら組み立てキットで接着剤は不要です。単4乾電池1本使用しますね。スケールは35分の1となってます。で、くるっと回して後ろこんな感じでソニックバードのね、機体説明が書いてますね。全長がね 8.9m、 全高 4.5m、 体重 39.8トン、最大スピード 552km の IQ120 になってますね。はい、ではね、箱から取り出します。はい、中にはね、こちらのパーツとメカユニットですね。こちら電池の方ね、入れときます。プラスがあるんで、ここをくるくるっと回して、はい、蓋をねパカッと開けて、向きに注意して電池の方をねセットします。で、また蓋を元に戻して動作チェックしときますね。起動骨、電源スイッチここにあるんでオンにするとちゃんと回ってますね。で、あとこちら復元の書ですね。ペラッとめくるとこんな感じで組み立て方がね書いてますね。あと詳しいね説明書きが書いてます。ではね、袋に入ったパーツ、取り出してね組み立てていきます。いつもでしたらね、このハサミでカットするんですけど、先日ね、そう、視聴者の方にねコメントでね教えていただきました。これね、ミシン目があって、ここからねこうピリピリっとね袋破れますよと、僕ね知らなかったんですよ。教えていただいてありがとうございます。まだねコメント返せてないですけど、いや、ありがとうございます。ここ本当だこんな感じでね、ハサミもいらないってね、いや全然僕気づいてなかったです。これもう何体も組み立てましたけど、いや、これ気づいてなかったですね。いや、ありがたい。そう、恥ずかしいですけどね、全然気づいてなかったです。いや、嬉しいです。そう、教えていただいてね、ありがとうございます。なるほど、すごいすごい。はい、ではね、組み立てて、あ、骨格形態からね組み立てていきます。骨格形態復元完成です。めっちゃ早いいつもだったらね、もっと完全形態にね近い状態まで、組み立てるんですけど、これ組み立ててまだちょっとですよはい、近くで見るとねこんな感じ、頭はねこんな感じで、歯がねあって、で Z キャップはゴールドになってますね。ゴールドって珍しいですよね。ここなんかね絶対つきますなんかつきます。グラグラになっててね。で、後ろ足なんですけどダンパーがあってね、ホース類があって、で下の部分がねちょっと変わってて、足パーツのね下の方を取り付ける時にね Z キャップつけるんですけど、これなかったんですよね。バチッと差し込むだけでしたね。で、くるっと回して後ろの尻尾こんな感じですね。ではね、起動骨、電源オンします。オンにすると、前進して口がね開閉してますねなんかちょっとぎこちないですよね、歩き方が。これだけだとねちょっと寂しすぎますね。早く完全形態にしたいですね、これはね。あ、ちょっとね1箇所間違えてたごめんなさいこのパーツ、この下に行かないとダメだ。ここはね動いてなかったですね。ちょっと間違えてたから動きおかしかったみたいですね。動きスムーズになりましたね。やっぱり間違えてたんだね、動きぎこちないとか言ってね間違えてました。ごめんなさい。めっちゃスムーズな動きしてますね。で、尻尾がね上下に動いてますね。ここですね、この尻尾のパーツがね、この足のこの下に行かないとダメなんですよ、ね、さっきね上に来ちゃってましたね。ではね、アーマーの方と残ってるパーツの方をセットをしてね、完全形態にしていきます。できました。完全形態復元完了です。かなり雰囲気変わりましたね。まずね、大きさの方なんですけど、ギルラプターとね、大きさ比べるとね、こんな感じになってまして、ギルラプターと同じぐらい、ちょっとギルラプターより大きいぐらいですかね。ちょっとね、斜め上から見るとこんな感じ。長さはちょっと長いぐらい。まああんま変わんないですけど、ちょっと大きい、本当にちょっと大きいかなっていうぐらいです。まずは手に持ってね、ちょっと軽くくるっと回すとね、こんな感じになってますね。あー、なんかいろんなものつきましたね。いろんなものつきました。羽パーツがね、つくとやっぱりね、雰囲気変わりますよね。で、このゾイドね、頭のね、アーマーがね、めっちゃかっこいいんですよ、これ。ではね、近くで見ていきます。頭のアーマーかっこいいですね。目はグリーンになってて、で、この両サイドにある、これね、クレストソードって言って、敵ゾイドとすれ違いざまね、切り裂く武器になってますね。で、頭の後ろに、ライダーフィギュアがセットされてて、その後ろですね、この大きなやつ、これがツインジェットエンジンで、長時間長距離の高速飛行を可能にする一対のジェットエンジン、最大出力はスナイプテラのジェットエンジンの 1.5 倍以上みたいですね。すごい。で、頭の後ろにあるこの武器、これね、2連速射機関銃ですね。反対側にもセットされてて、形成攻撃なんかにね、使われるみたいです。で、これ、翼。めっちゃかっこいい、これね。くるっと回して反対側にもね、ついてるんですけど、これね、名前があって、ソニックウィングって言ってね、軽量化を施され、ハイスピードで急降下することのできる、空気抵抗の少ない翼になってるようです。この内側に、武器があるんですけど、これウィングソードっていうのがねついてます。で、さっきねちょっとひょろひょろに見えた後ろ足なんですけど、アーマーがついてかっこよくなりました。こんな感じで、後ろ側についてるのがアシストバーニアって言ってね、飛行時の高速移動を旋回時にね、使用する補助エンジンになってますね、これね。で、尻尾もねかっこいいハーマーがセットされてます。これね、スタビライザーテールって言って、空中での姿勢制御に、使用する尾翼となってますね。で、この下にも武器が隠れてて、こんな感じにね、はい、出てきます。これは、ラダーソードですね。骨格形態からね、完全形態になった時のね、変化がね、激しいですね、これ。めちゃめちゃかっこよくなった。ソニックバード、グラフの方ですね、スピード10、速い。ワイルドブラスト8のディフェンス6のスタミナ5の IQ8、アタック7となってますね。スピードマックスですからね、これ10ってなかなかないですからね、すごい速いんでしょうね。ではね、動かしますね。まず歩行モードでいきますね。さっきとね、同じように動いてるだけなんですけど、完全形態にするとね、全然違いますね。すごいな。で、迫力ある。特にね、このソニックウィングがね、めっちゃ動くんですよ、こうね。すごい。グリーンの目がね、動いてて、いや、これもまたかっこいい。ライダーフィギュアめっちゃ動いてる。お、渋いっすね。動きいい。では、歩行モードから飛行モードにしたいと思います。ロックをね、ソニックウィングのロックをね、外して展開します。で、反対側も起こして、セット完了です。簡単にね、セットできていいですね、これね。いや、めっちゃかっこいい。さっきのもかっこいいですけど、やっぱりソニックウィングを広げることで、かなりなんかちょっとね、さっきよりも大きく見えますね。で、これで起動骨電源オンにすると、ソニックウィングがこうね、まあさっきと同じような動きなんですけど、こう前後にね、動いてますね。では最後、エボブラストさせますね。必殺技名はスカイスラッシュ。隠れたウィングソードを出してきて、はい、反対側もね、ぐるっとして、後ろのラダーソードも開けます。こんな感じで。はい、セットできました。簡単です。すごい、さっきよりさらにね、大きくなった。あ大きくなった。尾翼のところもね、かっこよくなりましたね、これね。ちょっとね、大きくなった分ね、手に持ちにくくなりましたけど、かっこよくなりましたよ。はい、ではね、起動骨、電源オン。まあ、動きはね、ほんと変わんないですね。さっきと同じ。おほほほほ。なんかバランス崩して今倒れそうになってた。すごい。めっちゃ大きいですよ、これ。ほほほほ。倒れそうになってる。今回はゾイドワイルド ZW39 番ソニックバードアーケオプテリクス種を組み立てご紹介しました。最近のゾイドね、武器がこんなマシンガンとかがねいっぱいついてるイメージなんですけど、これは2連速射機関銃、両側にあるだけで、このゾイドはねソードがいっぱいついてるって感じですよね。エボブラストした時にねソニックウィングから出てきたりね、後ろの尾翼から出てきたり、あと頭のところにもね、この敵ゾイドを切り裂く用のね、クラストソードがついてたりと、最近のゾイドではね、ちょっと珍しい、ソードがいっぱいのね、ゾイドになってましたね。他形態組み上がった時にはね、ちょっとって思いましたけど、やっぱりね、完成形態にするとね、かっこよく収まりましたね。ソニックウィングをね、閉じた時と、あと開けた時のね、この感じもかなり変わってね、すごい楽しめますね。あとね、スナイプテラみたいにね、この後ろ足がね、こう動かせたらね、良かったんですけどね。まあ、この状態でもいいんですけど、手で持って遊ぶ時にね、伸ばしてる方がなんかかっこいいかなーっていう気はしましたね。またね、気になった方はよかったら簡単にね、組み立てれるんで、よかったらぜひね、組み立ててみてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あと Twitter、インスタもやってますんで、説明欄の方に書いてるんで、よかったら登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。